今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープはビッグモーター完全終了でございます。ビッグモーターといえば車を売ったり買ったりしてる会社よね。ちょっと前に大きな騒動になっていたことは覚えているぜ。お客さんの車に悪さしたんだったかしら。ビッグモーターについては過去に数度紹介していますね。今回はおさらいも含めて紹介します。では早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。ビッグモーターの大騒動については過去に説明したこともありましたが、他のニュースに埋もれてしまった印象も否めません。先に簡単な会社紹介と事件の顛末の振り返りを行いましょう。そうしてくれるとありがたいわ。芸能界の方でとんでもないニュースが飛び出してからはメディアがそっちにかかりっきりだもの。ビッグモーターは東京と多摩市に本社を置く中古車販売及び買取の会社です。いろんなところで見かける大きな会社よね。買取と販売以外にも車検、修理、板金塗装、損害保険、リースなど自動車に関する全てのサービスに対応するワンストップショッピング型の店舗を全国に展開していますね。車に関することならここって会社があるのはありがたいんじゃないか。車に興味があるわけではないけど必要だから持っているって人には特にな。大きな企業ですから宣伝なども大々的に行っていました。俳優の西村雅彦さん、大森奈央さんや佐藤優太さんが起用されていましたね。有名な芸能人が CM をやってるとそれだけで安心感がある気がするわ。しかしとんでもない不祥事が発覚したことで佐藤さんサイドから契約を解除され、今ではビッグモーターという会社を信用している人はほぼいないと言っても過言ではないでしょう。芸能人が不祥事を起こして契約を解除されるってのは正直珍しくもなんともないが、逆のパターンとなると珍しい気がするぜ。ビッグモーターの宣伝をしている芸能人というだけで好感度の大幅ダウンは間違いないというほどの不祥事でしたからね。どんなことをしていたんだったか教えてもらえるかしら。最初に不穏な報道があったのは2022年のことでした。ビッグモーターによる保険金不正請求が行われていること、そしてそれが不正であると知りながら一部の損害保険会社が取引を行っていると報じられたのです。保険っていうのは契約者を守るセーフティネットだ。不当に保険金が請求されるなんてことはあってはならないぜ。これは2021年秋に損害保険会社の業界団体へ内部告発が行われたことで発覚しました。そこで損害保険ジャパン、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険の3社が2022年初旬にビッグモーターへ自主的な調査を求めます。何かの間違いであればそれに越したことはないものね。この結果、ビッグモーター側は実際に水増し請求が行われていた事実を確認したものの、これは作業員によるミスであり企みがあって意図的に行ったものではないと各社に報告しました。そういうミスって起こりうるものなのか。もちろん本来あってはならないことですが、人の手で行われる作業である以上、悪意のないミスが起こる可能性は十分に考えられるでしょうね。じゃあ調査を求めた保険会社としても納得せざるを得ないということ。この調査結果を受けて即座に組織的な関与はないだろうと判断したのは損保ジャパンのみで、東京海上と三井住友海上は再調査を求めていたんだとか。納得した企業とまだ不信感を持っている企業で分かれたということだな。とはいえこの段階ではこれ以上のことは分かりませんでした。問い合わせの窓口を開設したり特別調査委員会を設置するにとどまります。問題ではあるけれど大炎上まではいかなかったという認識で大丈夫そうね。そうですね。ビッグモーターに一気に悪い風が吹いたのは翌年4月のことでした。ビッグモーターで勤務していた元作業員による告発によって悪事を働いている動画が流出し報道されることになりました。悪事を働いていたというと、顧客から預かった大切な自動車のタイヤをパンクさせる様子、その手段を作業員に指導していたというシーンですね。作業員が車に傷をつけるなんて。その他にも通常であればタイヤ交換で保険が下りないほどすり減ったタイヤの綺麗な部分だけを写してタイヤの料金を請求できるようにする小技、ドライバーやゴルフボールで車体に傷をつけていたことなどが次々に明らかになっていきました。そんなことをしていたのに作業員のミスですなんて報告していたんだな。アイオイ日生堂は損害保険会社が公開した調査結果によれば、過去7年間でビッグモーターの工場で行われた自動車修理に関する保険金請求2万3000件のうちおよそ1万件で不正請求の疑いがあったんだとか。40% くらいは不正請求だったってことじゃないの。
7年で2万3000件ってことは、一つの工場で起きていた話ではないということか？一つどころか、すべての工場で水増し請求が行われていました。これはビッグモーターが組織的に不正行為を実施していたことの証明に他なりません。ビッグモーターに車のことを任せていたすべての人が被害を被った可能性があるんだな。でも修理費用を出してくれるのが損害保険でしょ？車のオーナーは別に損しないんじゃない？自動車保険には等級というシステムがあります。これは保険を未使用のまま年月が経過することで上昇するもので、高くなれば月々の保険料が安くなるなどの特典があるのですよ。使わなくてもいい保険を使わされることで、月々の支払いが不当に高くなっていた可能性があるってことだぜ。ビッグモーターで働いている人以外は損する仕組みだったということね。さらにビッグモーターは全国の多数店舗において店舗周辺の街路樹などを、除草剤やノコギリを使用して損壊させるなど、より通行人から店舗を見やすくするための、破壊行動を行っていたこともわかっています。ビッグモーターってのは本当に不幸を振りまく会社なんだな。その他にもパワハラ、暴行、条例違反など様々な悪用が世に出回ることになった。ビッグモーターは人々の信頼を完全に失い、これから立て直すことも難しくなってしまいました。こんな企業が心を入れ替えたなんて言っても信じられるわけないわ。利用者を騙し不当に利益を得てきた企業を世間が許すことはありません。2023年8月に迫っていた借り入れ金90億円の借り換えに応じる銀行もありませんでした。これから終了することが分かっている企業だししょうがないぜ。10月には一斉立ち入り検査を実施したビッグモーターの整備工場全34箇所に対し、道路運送車両法に基づいて事業停止の行政処分を行う方針も固められています。調査した全部の工場で不正があったと言っていたものね。特に悪質だった12箇所の工場については、民間車検場への処分としては最も重い、指定取り消しとなりました。全34箇所のうち、特に悪質なのが12箇所もあるのか。12箇所も一斉に指定取り消しの処分を受ける企業など後にも先にも、ビッグモーターぐらいなものだと、逆に世間を感心させたほどです。みんな呆れ返っていっそちょっと楽しんでるんじゃない？とはいえそれは自分たちが無関係であればの話ですね。もっとも、ほとんどの人がビッグモーターを利用することに不安を覚えるようになりましたが、利用客もいなくなったと思うぜ。不正が発覚して間もなく、1週間に5、6台売れていた自動車が、2週間に2、3台売れれば上出来なほどに来客が減ったんだとか、店舗に勤務する社員は暇を持て余すようになりました。不正に絡んでいない社員が一番悲惨かもしれないわね。ビッグモーターに見切りをつけたのは利用客だけではありません。社員たちにも危機感を持って早々に転職活動を開始した人は少なくありませんが、どこの企業も履歴書のビッグモーターの文字を見ると渋い顔をするようです。不正を働いていたかもしれない人間を雇用したくないと思うのは当然だよな。9月からは新入社員の採用活動を停止していますし、2024年春に入社予定であった内定者も報道後辞退の連絡が相次いでいます。新しい人を雇い入れる余裕なんて全くないと思うわ。ビッグモーターの2022年9月期の売上高は推定およそ5800億円であり、現預金も300億円以上あったようですから、借り換えに応じられず工場での業務ができなくなっても即座に資金が枯渇するということはありません。それだって限度があるだろ。とんでもない額の損害賠償を請求されることにもなるだろうからな。大阪、札幌などではすでに枯らした街路樹の植え替え費用なども請求されており、資金は目減りしていく一方でしょうね。お客さんが少なくなったと言ったから給料を支払いませんというわけにもいかないわよね。ビッグモーターが雇用している従業員は5000人ほどですから、人件費だけでも1月あたり何十億も必要になります。このままでは1年も持たずに資金はなくなってしまいますね。何か対策はしているのか？販売のため取り扱っている自動車の中でも長い期間在庫として抱えているものをオークションに流したりして資金調達をするなどしていますね。でも自動車の数にだって限りはあるわ。まさか在庫を全部オークションに出しちゃうわけにもいかないもの。さらに追い打ちをかけるように、金融庁が2023年11月30日付で、ビッグモーターの損害保険代理店の登録を取り消すことを正式に決定しています。代理店の登録を取り消す。要するに今後ビッグモーターは損害保険を商品として取り扱えなくなるってことだぜ。会社として保険を取り扱うための決まり事は実に様々ですが、その中の一つに消費者が契約をするか判断するための重要事項を、説明するというものがありますね。大事なことはきちんと説明してくれないとね。
ジップモーターは自動車保険契約を短時間で行った記録がある。148件のうち122件でこの重要事項説明を省略していました。短い時間でたくさんの契約をしてもらうために、義務を手間と考えて省略したってことか。消費者にとって極めて不利なこの行為が見過ごされることはなく、登録を取り消すことになったというわけです。金融庁が損害保険代理店としての登録を取り消すのはこれが初めてなんだとか。他の代理店はきちんとルールを守っていたということだわ。もはや消えてなくなるのは間違いないと思われていたビッグモーターですが、同じく11月に伊藤忠商事とその子会社の伊藤忠エネクス、投資ファンドの J、ウィル、パートナーズによる独占交渉権を含む、基本合意書を締結したと発表しました。つまりどういうこと？会社の資産査定などを行った上で、再建の可能性も出てきたということですよ。また同じような問題が浮上するんじゃないか？再建した際には前社長をはじめとした創業家が経営に関与しないことにも、合意していますので、同じことが繰り返されることはないと思いたいものですね。じゃあ復活はほぼ間違いないのかしら？現段階ではまだ再建の可能性を判断しているに過ぎません。2024年春までには結論を出すとしていますね。再建するにせよしないにせよ、不正まみれだったこれまでのビッグモーターは完全に終了するのは間違いないってことだな。企業が利益を出したいのは当然のことだけど、そのために嘘をついたりズルしたりするのは絶対にいけないわよね。ビッグモーターの不正事件は本当に悪質なものでしたから、会社が終了してしまうのは最初から分かっていたことと言えるかもしれませんね。被害者や罪のない従業員が救われるといいのですが、それでは本日も閉店させていただきます。ミルでした。